ここでコンサート名の由来についてご紹介させていただきます。コンサート名になっているアリサムとはある花の名前であり、花言葉は飛躍です。演奏会を重ねるたびに飛躍していけるようにという思いを込め名付けられました。またこの花は小さな花が集まり一つの大きな花になります。個性豊かな部員たちが音楽という共通点で結ばれ大きな花を咲かせたいという思いを込めました。さて第1部最後の曲はメイクはジョイフルノイズです。この曲はオハイオ州ランカスターという町の依頼を受けて2005年にスウェアレンジェンにより作曲されました。明るく軽快に始まり、中間部分ではトランペットのソロや木管楽器などで美しいメロディーが奏でられます。この街のいろいろな場所や時間を連想させるような展開となっています。指揮は変わりまして中西真一です。